ですよ、はい、山田の仕掛け、ここの個人技ですね、はい、ドリブルでここの狭いところ入ってきてギリギリのタイミングだったと思います、はい、パスを狙えるこの技術と落ち着き、まあ、山田の充実ぶりが本当に伺えるシーンですよね、はい、山田も先月 の23日でしたでしょうか、広島戦で途中出場でゴールを決めてからぐーっと調子を上げてきました。んファールがあって、ああトゥーリオにイエローカードが出ました。ファーサイドは堀之内、ワシントンの前こぼれた、ネネが追っかけていく、ネネがキープした、川口の前、川口出ている、ネネは早く渡せなかった、今ようやく渡って中に入っていく、このシーンに倒れたがオフサイド、危ない、長谷部チャンス、ゴールアンデス、ワシントンついに来た、ワシントンついに来た、1点差。いやそこでパスですか、長谷部がそこで落ち着いて相馬さん渡して、ワシントン、シュートの、ね、コースも見えたと思うんですけどもね、そこでかわしてパスですか、長谷部選手、背番号21、それに並ぶ21ゴール目、これ小野伸二が入っていって、小倉さん、ここギリギリだったんですけども ねそこでうまくボールこぼれて、ネネから長谷部、ここでかわしてパスですよ、シュート打つかなと思ったらより確実な方を選びましたね。そして小倉さん、ついにワシントンが取った、21点目ですか、とうとう取りましたね。これであの前半にちょっと見えたイラつきというのは解消されますし、チームとしても1点差、いや大変大きな1点が後半の立ち上がりに入りましたね。いやこれはこの後の試合展開面白くなると思いますよ。はい、土井さん、はい、浦和のベンチ、ブッフバラト監督も今ガッツポーズが出ました。そうでしょうね、相馬さん走ってついてくれるわけですからね、はい、途中交代ですから。こちらサイドのコーナーは山田、コーナーキックは圧倒的に浦和の方が上回っています。花ワシントン高い、いやどうですかね、どうですか、高い、いやそして飛び出てきた、何者も寄せつけないような高さと、そして迫力、小倉さん警戒していても取るのがワシントン、これはどうしようもないですね、もう仕方ないですからね。そうですね、もう高さはね、キム・ジンギと鈴木を振り切りました、1点差です。決して相手を見くびらずにという話がありましたが、チャンスになって浦和先制点が生まれました。前半の4分、田中達也のゴール。いい入り方をした静岡 FC ですが、一瞬の隙を突かれました、失点。ディフェンスが処理を誤ったところを抜け目なく狙っていました、田中達也のゴール。そうですね、やはりこの辺りしっかり狙って、まあ、ここはやっぱ落ち着いてますね。まあ早い時間の失点なんで、なんとか1点差でやはり静岡 FC としては、ね、ついていくことが大事だと思うんで、まあ、自分たちのサッカー忘れないことが大事だと思いますね。ノーファールです。そのまま長谷部狙っていきました。素晴らしいシュートが決まって2点目。すごいシュートでしたね。個人の力でレッズ2点目、はい、ここでちょっとファールをアピールするようなプレーがあって、その後のボールは直接長谷部が持ち込んでシュートですよね。この辺はやはり見逃さないところあたりが浦和のレベルの高さなんでしょうね、まあ、シュートもすごかったですね。前半の22分に追加点2対0。選手たちも体を寄せてセットプレーのピンチを跳ね返してきました。後ろから来た、高い、これがワシントンの高さ。3点目入りました。後半立ち上がりの1分、いやー静岡 FC の選手にしてみれば思いもしない高さからボールが跳ね返ってくるかもしれません。2人
2人前には入ってはいるんですが、いや、まあ、シュートのコースといい、まあ、完璧なシュートだったですね。このシュートをセーブに行った金子ですが、少し足を痛めたようです。静岡 FC としては後半の立ち上がりに防がなければならなかった失点です。大時間ですね。浦和としてはやはりその、まあ、勝負どころが分かっているというか、もう1点早い時間で取って勝負を決めるというその気迫というのは伝わるようなシーンでしたね。豊富で、ね、頑張ってプレーしてましたね。サントスがフリーになった。左右を崩されてピンチだ静岡。後ろから田中達也、ワシントンも来る。田中達也押し込みました。4点目。浦和レッズ静岡相手に4得点。耐えていた静岡ですが、しかし田中達也に押し込まれてしまいました。後半の13分になるところ、この前からかなり左右に振られてましたからね、はい、一旦ミスになりましたが、その後ワシントンが粘ってお膳立てをしたボールが田中達也の前にこぼれてきました。これだけ左右に展開されて崩されるとなかなか人につききれないっていうシーンでしたね。攻守を見せた金子もここは及ばず、4点目が入りました。この王者浦和に全うした90分でしたが、浦和のチャンスだ。うまいな、ワシントン。さすがですね。5点目は後半のロスタイム。王者の力目の当たりにした静岡 FC。 田中達也の素晴らしい動き出し、そしてここで落ち着いてワシントンへのパスですよね。あの今の田中達也 そのボールを受けたシーンですけど、そのラスト最後ワシントンに出したパスも含めて1回しかボールに触ってないんですよ。その動き出しとパスのタイミングの素晴らしさですね。後半のロスタイムに浦和に5点目が入りました。今日田中ワシントンの2トップで合わせて4得点しますのでね、もちろん F マリノスもそれを警戒してマークは厳しい。長井からポンテ抜け出した。さあ中央に2人いる。チャンスだ。山田のブスター決まった。膠着状態打ち破ったのは山田のブスター。レッズ先制点。一瞬の隙をつくようにして飛び出してきた山田のブスター。そうですね、本当に一瞬でしたよね。ワシントンのマークが厳しかったので、外に、裏でもらったのはポンテ、そしてそのボールに対して2列目から山田が入ってきましたけどね。このチャンスを見逃さないあたりがやはり首位レッズの強さか。ここ一瞬です。ポンテがいてそこを見逃せなかった。ワシントンもしっかりこれ中にね一緒に走ってマークを引きつけました。そうですね、ポンテのパスも素晴らしかったですけどもね、山田落ち着いて決めてましたよね。さあ山田の先制点でレッズ均衡を破って1対0。突破していくのではなく時間をかけてでも、はい、しっかりとねいい状態作りたいですね。山田からクロスが入ってワシントン、はい、後半の1分ワシントンが決めました。いやーワシントンこの1点は23点目今シーズンもおそらく忘れられないゴールになるでしょう、このね選手たちを祝福している姿で分かりますよね、とにかく PK を2つ止められました、そういった意味では何が何でもというこの気持ちがこのワシントンのヘディングシュートを見ました。そうですね、後半1分レッズが1点をリードです。クロスも良かったですね、もう山田のクロスはぴったりですね、これでワシントンも落ち着くでしょう、今シーズン23点目、まあ、いろんなこのゴールを決めてはきたんですが、おそらく
さあそして浦和レッズのフリーキックになります。後半19分が回っています。アレックス、ワシントンが今手を挙げていますがまだ入ってくれません。山田かわした、エリア中入った、山田打つシュート、19分山田2点目。素晴らしい山田の個人プレー、見事なドリブルでしたね。いやすごいすごい、これは大きな2点目になりました。まあある意味ゲームを決定づけると言ってもいいぐらいのこの初戦です。追加点、この2点差というのは本当に大きいですね。これもう1点見ましょう。ここから行くんですよね。これ2枚かわしました。そしてここでもう1枚藤田をかわします。そして打っていった、完璧なゴールインです。本当にね、完璧という言葉が似合いますね。いやすごいすごいすごい、でコースを見つけてすぐですからね、ディフェンスとしても守りようがないですよね。ギド監督のこのオーバーアクション、前半があのような展開だっただけに、この2点というのはね、はい、まあ、前半の2点の、まあ、浦和レッズの非常に声の一番大きなところなんですが、さあそれをすごいですね、に変えるかどうかというこのアレックス、ワシントン23分3点目。ああこの1点がこれでもうあの PK2 点が0点だったんですが、これでね2点取ったわけですから、もう十分ね前半の2点は取り返したのではないでしょうか、ね、相手が10人甲府、そしてレッツが11人、そして3対0レッツの3点リード。この1点ワシントンのヘディングシュートを叩きつけましたが、これはもう勝敗という点ではもう24分過ぎました、はい、まあ、ほぼ終了されたと言っていいような展開でしょうね、まあ、言ってもいいでしょうね、まあ、もちろんまだ何が起こるかわからないということなんでしょうが、うん、ただ今日のこの出来を見るとね、この後半、はい、2点差、バンドとマグナウベスがですね、ポジションチェンジを結構頻繁にするんですね、あとちょっと引いて受けたりするんですよね、はい、それにしっかりついていってないですね。ポンテ、さあいったポンテ、ポンテガース、さあ1対1だった、ポンテシュート、決まった、1対1の同点、大きなポンテの一発が決まりました。前半の27分、ポンテが決めました。大きな今シーズンの4点目、このビッグゲームでの1点です。ここは皆さんポンテ持っていきました。そしてフリーでした、よく一人かわします。いやもう、もう個人の力ですね、ですね、もう入れないですね。これワシントンから1本出てですね、はい、ここシジクレ、シジクレが少し軽いプレーでしたけど、はい、それをしっかりとですね見てですねポンテとかわして、まあ、シュートも素晴らしいですね、はい、逆サイドですね、東洋のサイドにグランダーでしっかりと決めましたね、はい、1対1になりました。さあこれでまたこのゲーム開始前と同じ状況になります。また3点